皆さんこんばんは、今日も横浜スタジアムの横浜 DeNA ベイスターズ対阪神タイガースの一戦をお伝えします。今日のゲームは大変なゲームになりました。3時間53分、途中中断も長くてですね、本当にお客さんもですね大変だったんじゃないでしょうか。もうスタートから終わりまでずっと雨が降り続きましたのでね、あの雨の中で、本当に4時間5時間ずっとご覧になってたファンの皆さん、お疲れ様でした。本当にこれは大変だったと思います。このゲームはですね、まあいろいろ言いたいことがいっぱいありますけれども、そのゲームをちょっと振り返っていきましょう。はい、今日の先発ピッチャーは DeNA 浜口、そしてタイガースの方は伊藤将司ということだったんですが、浜口の状態はですね決していいとは言えませんでした。5イニング投げて111球4安打6奪三振6四球ですよね。なかなか細かいコントロールがつかないという中で、無駄なランナーをいっぱい出したわけですね。タイガースサイドからするとですね、これ1回から6回まで全て、先頭打者を出して、このあたりずっと先頭打者が出てたわけですよね。それでいてですね、点になったのは5回のこの1点。この1点もですね、ノイジーの押し出しのフォアボールで取った1点だけというね。本当にこう、まあ調子の出ないバッターが多すぎるな、そういうような印象を持ったゲームだったんです。一方の伊藤の方はですね、これずっとノーヒットで来るんですよね。まあそんなに伊藤としてはですねすごく良かったっていうような内容ではなかったと思うんです。フォアボールも3つ出しました。伊藤としてはちょっと多いですよね。7回、この7回まで投げますけれども、90球、4安打1奪三振3四球3失点ということになるわけですが、あの雨の中で、5回が終わった時点で1対0、タイガースがリード。そしてですね、中断が長かったんですよね。この中断があった時に、まあ当然、DeNA のピッチャー変えましたね。浜口から中川に変えました。中川6回は抑えましたね。そしてまあ6回の裏、ここもですねタイガース当然次のピッチャーで行くと、2番手ピッチャーで行くというふうに見てたんですが、これ続投させました。あの長い中断がありながらですね、まだ投げさせるのかって僕は思ったわけです。なんでここで続投させることになったかって言いますとですね、5回までこれがですねノーヒットノーランというのが一つありました。まあ、そこに一つ理由があったのかなという気がしますね。ですから1本ヒットが出るまでここまでじゃあ投げさせるのかな、そういうふうにまあ見てました。この6回はですねフォアボール一つ与えましたけれども、ゼロでまだノーヒットでした。そして7回の裏、ここの先頭打者佐野にですねライト前にヒットを打たれた。まあ、ここが僕は替え時だと思いましたね。これで、ノーヒットノーランが途切れた。そして、一人ランナーが出したところ、まあ、いつも僕が言いますけれども、1対0リードのゲームですから、一人のランナーを出して、そこで降板。伊藤はこのあたり、かなり疲れてたと思います。雨の中でね、ずっと力投しておりましたので、そういう点では、この一人ランナー出したところで、リリーフ陣に託す。そういうふうにやればよかったなと僕はもう思ってたんですね。まあそうするもんだと思ってたんですが、これ続投させたんですよね。牧はショートフライでワンアウト、宮崎がセンターへ続きましたね。ワンアウト一二塁という場面で楠本のいい当たりでした。これファースト線抜くかなぐらいの当たりだったんですが、大山が難なくさばいて、ツーアウトを取りました。ツーアウト二三塁。ね、この辺の大山の守備はしっかりしてます。そして、7番山本という場面だったんですが、まあ現状山本3割バッター去年から本当にバッティングずっといいんですよね。この山本をどういうふうに感じてたかっていうのが、まあ、タイガースベンチなんですが、これ勝負に行くわけですね。次のバッターが石上、左バッター。そうやって考えるとですね、山本を歩かして石上勝負っていうことも十分考えられた場面だったんですが、やっぱり満塁策っていうのがちょっと怖いかなっていう気がしたんですね。まあ1点のリードしかない。そして、今日の伊藤将司はですねちょっとフォアボールが多い。まあ3つ出しましたからね。そういうことも含めて、よしもう山本で勝負だということで行ったと思うんですが、これがまあ打たれました。センターへね、逆転タイムリー打たれました。これで2対1となって、その後の石上、これ石上がまたライト前に打つんですよ。ライト前ヒットのはずがですね、これを森下がイージーエラーしちゃいましたね。ちょっと
簡単にさばきすぎたというか、もう普通のバウンドに来てるやつを、まあ目を離すのが早かったんですかね、後逸してしまって、結局一塁ランナーの山本もホームに生還して3点目、なんかこれがダメ押しの3点目っていうような今日の流れからすると1点というふうに感じたんですけれども、そして8回表のタイガースの攻撃、ここをですね、森原がですね、三者三振にしのぐわけですね。佐藤、梅野、木浪、もう手も足も出ないっていうぐらいの空振りの三振3つ、これでもう流れは完全に DeNA だな、そういうようなゲーム展開だったんですけれども、8回裏を切り式でしのいで9回の表、思いがけないことがありましたね。山崎康明が出てきて先頭打者、ここで、代打の糸原、まあこういう劣勢のゲームで最終回ここで、まあもし逆転するっていうようなゲームになるんであればですね、先頭打者が出た時なんですね。ここで先頭打者でワンアウト取られたゲームはほとんどやられます。そういう点ではですね、この糸原が塁に出るか出ないか、これが一つ大きなポイントだったんですが、糸原が高めの、まあ見逃せばボールぐらいの球でしたけれども、レフトへヒット、これが口火になりましたね。近本もライト前ヒット、中野もセンター前ヒット、ノーアウト満塁。そして3番の森下、まあ森下は今日は一つエラー、もう一つも目測誤って、まあこれはエラーにはなりませんでしたけれども、まあエラーのようなもんです。そういうことを2つやってますので、ここはなんとかね取り返したいなっていう打席だったと思うんですが、デッドボール、これで2点目が入って3対2、1点差になって4番大山、今日の大山はやっぱり4打席内容悪かったんですよね。三振、センターフライ、ファーストファウルフライ、レフトフライ、内容としてはですね、あんまり良くなかったんですが、この5打席目頑張りましたね。インサイドより高め、これをセンター左へ、打って、これで同点、3対3になりました。そして、まだ満塁、今日はですね、5番に佐藤輝明じゃなくてノイジーを入れてたわけですね。このノイジー5番っていうのが今日は当たりましたね。その前の打席もですね、押し出しのフォアボールで1点取ってますし、この打席もですね、結局ストライク1球も入らずの押し出しのフォアボールで勝ち越しになる4点目っていうことになりましたね。その後まだ満塁が続くわけですが、佐藤輝明、今日もひどかったですね。それまで4打数4三振、そして5打席目ノーアウト満塁の場面で外寄りの球を引っ張って、セカンドゴロ、キャッチャーへ送球して、キャッチャーからファースト、ダブルプレー、これで、終わるのかなっていうところだったんですが、まだ続きましたね。また次のバッターを梅野をフォアボールで歩かした後の木浪、レフトにヒットして、この回4点目を取って、トータル5対3ということになったわけですね。まあ僕はですね、この回ずっと見てまして、ノイジーがフォアボールで歩いた時、4対3になったところでですね、僕は足がつりました。やっぱりなんか見てて、ちょっと力が入りすぎたんですかね、左足の向こう爪がつりましてね、もう自分で針しながら見ておりましたけれども、まあこういうゲームがあるんですね。山崎康明たまにこういうことやります。すんなり言っとけば、中川隼人プロ入り初勝利というようなこともあったんですけれども、9回の表にこういう展開でタイガースが逆転したっていうことでね、9回の裏はゲラが出てきて、まあ、足元があまり良くない中、ヒットフォアボールは出しましたけれども、最後のバッター渡来を空振りの三振に打ち取って、終わってみたらですね、5対3、阪神タイガースが勝ったというゲームになりました。これで、引き分けを挟みながら7連勝ということになりましたね。はい、勝ちが切り式につきました2勝です。そして負けが山崎康明、1敗3セーブということになりました。セーブはゲラ4つ目です。まあ、伊藤将司、もうよくこの雨の中頑張りましたけれども、ちょっと続投は苦しかったな、そういう印象を持ちましたね。ということで、この劣勢の負けゲームをですね、勝ちに、まあ、変えてくれたのは、僕はやっぱり9回表最初に、ね、打席に立った糸原健人ね、代打で先頭打者で出てくれた、これでですね、ちょっとまだわからないぞっていうムードを作ってくれた、そういうことで僕は今日は糸原選手を MVP に選ばせていただきました。いい仕事をしたなと思います。
こういうゲームでした。まあ今日のゲームはですね、もしこのまま9回に点が取れずに3対1で負けてればですね、いろいろこれ失敗したな、ああしとけばよかったなっていうようなことがいっぱいあったゲームですね。勝ちはしましたけれども、タイガース首脳陣いろいろ反省しないといけない場面がたくさんあったんじゃないかなと思います。まずはやっぱり伊藤の続投ですよね。雨の中での中断、長い中断でした。あの長い中断をどういうふうに考えてたのかっていうのは一つ、そして、続投させるんであればどういうタイミングで伊藤から2番手ピッチャーに変えるのか、この場面もですねちょっと遅れました。今週はですね月曜日が休みでした。そして昨日1試合して、そして今日で、また明日ゲームないわけです。ということはですね、リリーフ陣今日はもうみんなつぎ込んでもよかったわけですね、2連投までしかしないわけですから、そうやって考えれば、1対0でリードしてて、7回の裏伊藤が初ヒットを打たれた時点でもう勝ちパターンのリリーフ陣をつぎ込んでいけばですね、まずこういうゲームにはならなかったなと思いますね。まあこれはやってみないと分かりませんけれども、まあ、伊藤としてはですね、本当に7回終わりまで投げましたけれども、さすがに我々が思っている以上の疲れっていうものはあったんではないかなと思いますね。そういうことも含めて、今回はいろいろ反省させられながら勉強する場面がいっぱいあったなという気がしましたね。はい、まあ、それにしても9回の攻撃、これはなかなかお見事でした。糸原から始まる近本、中野、森下デッドボール、大山ヒット、ノイジー押し出しフォアボール、ね、また満塁からの木浪のレフト前ヒット、この辺の鮮やかな攻撃はですねなかなか見られない、そういう攻撃だったなと思いますね。まあいろいろあって反省するところもいっぱいあって、大変なゲームですけれども、勝って反省できるっていうのはですね、これは本当にありがたいなという気がしますね。負けるとやっぱりどうしても暗くなりますのでね、大変でしたけれども、勝ちゲームにして反省する、こういうことができるということはですね、非常に、チームとしては良かったんではないかなと思いますね。ということで、今日のゲームは阪神タイガースが横浜 DeNA ベイスターズに5対3、9回の表に4点を取って大逆転をしたというゲームをお伝えしました。7連勝です。Thank you.